立ち隆一郎は、日本の経済学者。君党は、君二党。東京大学名誉教授、青山学院大学名誉教授、日本学士院会員。日本銀行での勤務を経て、東京大学経済学部教授、東京大学経済学部学部長、青山学院大学国際政治経済学部教授、財政金融研究所所長などを歴任した。 立ち鉄児の長男として横浜市で生まれる。1944年東京帝国大学経済学部卒。戦後すぐ日本銀行勤務経験もあった。1950年東京大学助教授。1961年東京大学教授。1984年東京大学を退官し青山学院大学教授。1985年 日本学士院会員。この間、大倉省財政金融研究所所長、日本銀行金融研究所特別顧問、金融制度調査会会長、中央社会保険医療協議会会長等を歴任。欧米の最新の金融理論を紹介し、日本の実情に当てはまる独自の理論を展開した。また、その理論をもとに政策提言を行った。 特に金融制度調査会長として、金融制度改革に積極的に取り組んだ。2012年2月11日、肺炎のため死去、90歳没。1980年代から90年代にかけ、旧大蔵省の金融制度調査会長など、霞が関の経済政策に大きな発言力があった。ほか、ありがとうございます。